皆さんこんにちは、中根ゆかりです。いつもフィギュアスケーター中根ゆかりチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日も素敵なゲストにお越しいただきました、今井遥さんです。よろしくお願いします。今井遥です。どうぞ。話したいだけ自分のことを話してお帰りいただいてるので、話したいことがあれば話し足りないことがないように、後悔のないように話してもらって、お帰りいただいて大丈夫ですので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そもそもはるかちゃんはちょっと年が離れてるので、戦ってきた世代もちょっと違うから、そんなにたくさんの試合は一緒に行けなかったんだけど、はい、私ね、すごい、でも初めてじゃないんだけど、見て、あ、すごい美しい選手だなっていうのを感じて、たくさんの魅力を発見したのが、多分全日本ジュニアで優勝した時です。あ、多分中学校3年生の時です。どうですか、その時振り返ってみて。あの時は、うん、まさか優勝できるとも思ってなかったですし、優勝したいとか狙っていった試合じゃなかったので、うん、もう本当にまず自分がびっくりしましたね。私が優勝しちゃっていいの？みたいな、そういう感じでした。全日本ジュニアで優勝するって、なんか、すごいことじゃない？なんか、全日本選手権はもちろんすごいことなんだけど、まず、その全日本選手権に行くためにも、全日本ジュニア選手権というものに出ていかなきゃいけないわけだから、全日本ノービスがあって、ノービスから全日本ジュニアに行って、ジュニアから全日本選手権に行くと思うんだけど、登竜門みたいな感じで、全日本ジュニアでトップに行けば行くほど、みんなから注目されるっていうこともあると思うから、全日本ジュニアで、優勝してからなんか注目されたりして、なんか変わりましたか、スケートに対する見方とか。私、全日本ノービスに出たことがなくて、だから全日本ジュニアが一番最初の大きな試合だったんですけれど、最初に出た全日本ジュニアの時に7位に入って、そこで初めて強化選手に選ばれて、その後に強化選手に選ばれると、上手な選手とかと一緒に練習する機会が増えて、見よう見まねでジャンプとかやってたら、どんどん飛べるようになって、気づいたら全日本ジュニア優勝してて、でもやっぱり優勝したことによって、メディアの方とか周りの方もすごい期待してくださってるのが分かりましたし、やっぱり、あ、なんか一つタイトルを取ると、あ、全然違う世界になるんだなっていうのはすごく思いました。私はフィギュアスケートがマイナースポーツからメジャースポーツに駆け上がっていくときに、全日本選手権に出始めた時だったから、はるかちゃんが多分全日本ジュニアで優勝した時って、もうフィギュアスケートブーム真っ盛りみたいな感じで、もう本当大ブームで、スケートで何かがあれば注目されるみたいな感じだったから、はるかちゃんもすごい注目されてたんだなっていうのを今振り返ってみて思います。そして今回は本がね、出版されまして、フィギュアスケートのスピン完全レッスンということで、前回村くんに来ていただいた時にはジャンプを中心にご紹介いただいたんですけれども、今回はスピンに特化した本ということで、はるかちゃんにモデルさんをやっていただいております。はい、はい、たくさん助けていただきました。本当に。でもスピンがもともと得意としてたんだよね。得意でした。得意としてたっていうことは、練習もたくさんした。練習も、はい、そうですね。もともとジャンプよりスピンの方が小さい時は好きだったので、友達とふざけて、あ、こういうスピンやってみようとかって、本当にもう遊びながら練習してた感じ。ああ、いいよね。遊びながらやっぱりスピンができるの、誰かとスピンってやれるのっていいことだと私も思う。私もなんか、タカちゃんとかと練習したりとか、はい、他の小さい子たちとかと練習して、すごい勉強になることもあったし、やっぱりスピンは練習したら練習した分だけ返ってくる気がする。どうですか？そうですね。やっぱり緊張してても、スピンだったら、もう緊張してもスピンだけはレベル落とさないようにってずっと思ってたので、まあでも結構落としてたんですけど、レベル。レベルはさ、なんていうのかな、回転数を、はい、なんていうの、ちょっとでも間違えるとレベルが落ちちゃったりするから、なんかもったいないなって思うんだけど、もうその時のミスで取り返せないじゃないもん、ほんと。今振り返るとなんだよって思うことね。はい、昔の方がもっとなんか厳しかったじゃない。厳しかったですね。はい、今でも厳しいところはあるんだけれども、さらになんか、厳しくて、レベル4を取れるのってなかなかね、難しいぐらいだったじゃない。はい、今もレベル4を取らないと、取らなきゃいけない。当たり前の世界になってしまったけど、そう。
なんかレベル4がもうみんな当たり前で、うん、いかに GOE を取っていくかっていう風になってるから。で、当時はまだレベルも取るのも難しかったし、うん、GOE も3までしかなかったから、ね、なかなか GOE が3までなかなかいかないじゃない、あの GOE も。行っても二止まりみたいな感じで、ね、そう、すごい取りにくかったなっていう感じなんですけど、うん、ドーナツスピン、私も得意としてましたけど、ドーナツスピン、なんかコツありましたか？いや、私本当に、ドーナツスピンはゆかりちゃんのを真似してたんです。本当？はい、ありがとう。ゆかりちゃんのドーナツを、ビデオとかで見て、うん、あ、こういう風に持ってるんだとかってやって、うん、その友達と遊びながらやってたのがきっかけです。うん、本当、うん、ありがたい、なんか。本当。私でもね、得意としたのはね、はるかちゃんが見てたぐらいからよ。本当ですか？そう。2000、なんだろう、それこそ、4、5ぐらいから練習し始めて、そう。本当に最後の引退するまでの5年間ぐらい、必死になってドーナツスピンばっかり。練習してたって感じなんだけど、私ゆかりちゃんって言ったらもうドーナツスピンっていうイメージがずっとあります。本当、もともとスピンは好きだったんだけど、佐藤信夫先生に着くまではスピンなんてほとんど練習しなかった。そうだったんですか。スピンなんて多分1日やっても10分ぐらいで、うん、整氷したての頃に練習するみたいな。整氷したてが一番なんていうの、綺麗だ。そうそうそう、やりたくなるじゃない、やる気が起こるからさ。そう、それずっとジャンプばっかり練習してて、はい、先生を変わるといろんな練習方法があったりとか、うん、練習方法を引き出してくれたりするじゃない、はい、いろんな先生に疲れてみて、うん、どうですか、やり方がいろいろ変わったりっていうの。全然違います。やっぱ違うんだ、はい、やっぱりその先生によって何を一番大事にしてるかが違うので、うん、一番大事にしてる練習がやっぱり多くなるなって思います、うん、そうだよね、その先生につくと。そうだよね、うん、なんかその全てオールマイティーにスケーティングであったりステップであったり、そしてジャンプ、そしてスピンっていうのを全てなんて一通り一日のうちに練習するのってすごい難しいことだよね。はい、どこで手を抜こうかなみたいな。ステップかなみたいな。ステップあんまり好きじゃなかったからさ。そう。いや、イメージないです。ゆかりちゃんはもう全部が上手なイメージだったんで。ほんと、いや、ほんとコンパルとかほんと嫌でさ。コンパルの時代、やってないよね。はい、6週書くのやってたのよ、まだ。3級ぐらいまでね、あったのよ、私あれ。書いてたわけ。途中からなくなって、多分、はるかちゃんの頃は、もうバッチテストからも消えちゃったわけでしょ。初級ぐらいならありました。初級とはハーフサークルだよね。あ、そうですね。そう。で、1級が1週、8年の。でも1級ぐらいは、なんかやった気がします。そうなんだ。なんかあれをさ、必須だからさ、バッチテストで、上に上がるための。はい、うん、すごいなんか、やってたわけ。寒いしさ、うん、あれも、本当に。18歳以上になってからもさ、大学入ってからも続けるのって、うん、なんか大変じゃない？辛いですね、ね、あの試合でやるのは。そう、だからね、ステップが嫌だったなと思って。スピンが一番好きでしたか？ジャンプが飛べるようになってきて、あ、ジャンプ楽しいなっていう風に変わりました。ああ、ほんと。私もジャンプとかさ、いつも直されてたから、どこの先生に行ってもいろんな修正ポイントが入るじゃない？うん、はい。直すとさ、なかなか本調子に戻すまでに時間がかかるから、うん、なんか嫌だなと思いながら練習して。でもスピンはさ、そんなに変えるとこないじゃない。ないです。そう、はい、フライングシットをもっと上げるとかさ、うん、そういうフライングキャメルをまたがないとか、そういう練習ぐらいだと思うから。そうそうそう、だからスピンは自由にやれる感じがした、うん、そうそう、なんか新しいポジションとかいろいろ、うんうんうん、遊びながらやってました。こういうのもあるかなとかって言って。ねえ、そうだよね。やっぱりスピンは、うん、裏切らないなっていうふうに思います。見た目とかやっぱり美しいポジションを取れるからこそスピンのその美しさにもつながってると思って、今回そのモデルさんをお願いしたんだよね。そう、形的にやっぱりスピンは美しいものであってこそ GOE とかを取れるわけだから、そうそうと思って。そしてスピンが得意だって、好きだって言ってたから、スピンお願いして、あ、よかったな、引き受けてもらってと思って。いや、びっくりしました。最初にゆかりちゃんが LINE で連絡くれて、うんうんうん、すごく嬉しかったんですけど、うん、私引退してからそのアイスショーやってて、うん、アイスショーの時って本当に限られたスピンしかやってなくて、うん、なのでずっと練習そのスピン以外はやってなかったので、うん、本当に私で大丈夫かなっていう思いが強くて。いやいや、美しかったよ。でも、ごめん、聞いてもいい？得意なスピンばっかり、ショーとかで練習してやってたわけじゃない？はい、じゃあ、
苦手なスピンって何でしたか？フライングシットです。あ、フライングシットね。あれでもさ、ジュニアの頃って必ず必須で入ってくるよね。はい、シニアになってくると、フライングキャメルかフライングシットが選択できるけど、はい、あれ大変じゃない？なかなかジュニアだとね、絶対やらなきゃいけないし。私ジュニアが3年しかいなかったんですよ。うん、ですぐシニアに上がっちゃったので、うん、その3回しかやる機会がなくて、うんフライングシット、フライングキャメル、フライングシットだったので、うんうん、もうその最後にフライングシットやって以来、やってなかったです。うん、ああ、そっか。あ、じゃあ、ずっとシニアに上がってからは、フライングキャメルで。一回もやってないです。来たので、ね。はい。もう避けて避けてきました。なるほどね。今なんかすごい厳しいじゃない？厳しいです。みんな膝のタックがないと、すぐ減点に見られたりとかね。いや、もう、絶対できないと思います、今、フライングシット。でも、フライングシット難しいよね。難しいです。難しいよね。あの姿勢を取るのがすごい難しいなって、私はもう。私、試合で失敗したことありますもん。そのまんま。一回、しゃがみすぎちゃったとか、バランス崩しちゃったとか、はい。はい、バランス崩しました。あれみんなやるよね。わかるわかる。私もスピンで、ほんとごくたまに失敗するのよ、うん。そうするとさ、なんでスピンなんかで失敗するんだろうってさ、もうほんと、振り返ってみる。ジャンプの失敗はさ、なんかしょうがないなって思うわけ。ね、だけど、はい、スピンで失敗する人もなんでこんなバカやっちゃったんだろうみたいな。そうそう。理解とかさ、わかります。して、わかる。すごい後悔しますよね。後悔する。そう。だからさ、今の子たちも見てて、失敗してほしくないなって思う、見てて。いや、もうちょっと耐えられなかったです。初めての時は。なかなかの衝撃だよね。びっくりしました。自分が入っちゃった不思議な感じです。しかも、フリー終わって、私、ゆかりちゃんもその時、個室で。じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。皆様にとって、フィギュアスケートがゆかりある。皆様にとって、フィギュアスケートがゆかりある日々になりますように。次回もお楽しみに。ありがとうございました。ありがとうございました。